許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教令院の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教令院しか持っていない。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。家臣探査はもともと教令院が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。すべての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、神も芸術をないがしろにすることはないはず。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。帰ったら次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アーカー社を通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か？あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って教令院に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。雰囲気作りや舞台セットの用意も必要だし、それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。うん、さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探査はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすがに危険すぎるわ。私、みんなをそういうのに巻き込みたくないの。うん、じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次の家臣探査は絶対に成功させるから。次、ええ、約束ね。次は必ず成功するわ。まさかこんなことになるなんて。あの賢者たち、風情のかけらもないな。うん、大丈夫。こうなったらもうしょうがないもの。でも、ニーローの家臣の舞を見られなかったのは、ちょっと残念かな。
ろんなことがあったな。しかも、あんな残念な結果になっちゃうなんて。ニーローは、来年の過信探査は成功させるって、ドニアザードと約束してたけど、あいつには、もう時間が。そうだな。はぁ。すべての接続を確認。最高レベルの安定性を保有するアーキテクチャを構築。計画は最終段階へ。から力を導出する。お前のせいで寝坊したんだからな。このままだと遅れちゃうぞ。早くドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れなかったのか？うん、心配しないで。私なら大丈夫。まずは、あそこの屋台に行ってみましょう。おー、って、おい、何をぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。使う料理を売っている屋台ね。よく知ってるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。肉はないのか。ちょっと残念。で、そのハフトスイーンって何なんだ？過信探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ七つの美徳を象徴しているの。日本人からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、なんだったか。ちょっと待っててくれ。こいつこっそり本で調べてるな。あ、そうそう、これは虚言と嘘を意味しているんだ。ただ、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。ああ、いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。次はどこに行くか。これが神の知恵ってやつか。兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったら、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って退散。はい、ファーリス騎士。
って何かの芝居か？花の騎士ファーリスは家臣誕祭のシンボルでね、子供たちに大人気なの。ドニアザードさんの支援がなかったら、子供たちが花の騎士の私に会う機会もなかったでしょうね。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。選んで？これ、全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っています。スミレウリ味、夕暮れの実味、ハンラの実味。お、確かに面白そうだぞ。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味。おい、なんだよその味。ここはお前が代わりに選んでくれ。オイラが欲しいのは夕暮れの実味だからな。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、どれにします？おお、これはすごい。4番は夕暮れの実味です。本当にこれを当てるとは。ひひ、やっぱりお前って運がいいよな。え？そんなことあるわけないだろ？ランダムなんだから。旅人？もしかして、昨日の夜、あんまり眠れなかったんじゃないか？それか、逆に眠りすぎてたり。ええ、私のことなら気にしないで。その言葉、オイラも知ってるぜ。目の前で起きていることが、どこかで体験したもののように感じるってやつだろ。そういえばオイラも今日、ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。でも、結局それって錯覚なんだよな。それより、どうして急にここに来たんだ？なるほど。つまり、普段やらないことをやって、どこかで体験した感覚があるかどうか確認するってわけか。よ、お二人さん。飯を食いに来たのか？何にする？あいよ、お客さん。見た感じ外国の人なのに、いいセンスしてるな。すぐに用意するから待ってろ。デーツなんて、あの、黒くてまずそうなやつだよな。な、おいら、お前の狙いが分かった気がするぞ。普段ならこんな料理を注文するわけないもんな。これ、本当に食べるつもりなのか？いくらなんでも、これはちょっと…味はどうだ？その顔、やっぱりまずいのか？ということは、まさか。普通だったらありえないことだよな。オイラたち、この料理をあんなに毛嫌いしてたのに。どうやら今回は、味覚から来る既視感ってことか。オイラも、なんだかこの酒場には何度も来てる気がするぞ。常連ってわけでもないのに。どうする？一度外に出るか？
士のところにいるのってドニアザードだよな。奇遇だな、ドニアザード。こんなところで一人で休んでるなんて、どうしたんだ？そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、ビシアが助けてくれたの。それから少し体調が優れなくて座って休んでいたのよ。悪い人？おいおい、怪我とかしてないよな。私は大丈夫だけど、ビシアが腕に少しかすり傷を。でも大したことないから安心して。ふぅ、ならよかった。でもなんだか今日のドニアザードテンションが低いよな。あんなに過信探査を楽しみにしてたのに、どうしたんだよ。そんなことないわ。私はずっとこんな感じよ。過度な運動や感情の高ぶりは症状を悪化させてしまうの。それにたとえ今日がどんなに特別でも、結局はただの一日に過ぎない。あと数日もすれば私の時間は終わりを迎えるんだから。何言ってんだよ、ドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今とても落ち込んでるってことだけはわかるぞ。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？そのドニアザードは既視感を覚えたことってないか？今起きていることがすでにどこかで体験したような気がする感覚なんだけど。既視感？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから、既視感があってももう慣れてしまっているのかも。そっか。もしかしてオイラと旅人だけなのか？そろそろ時間ね。ん？何の時間だ？ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか？今お前がすべきことは、一刻も早くこの馬鹿げた部隊を撤去することだ。帰ったら次のジュニアナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アカーシャを通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。過信探祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。気にしないで。こうなったらもうしょうがないわ。でもせっかく楽しみにしてくれてたから、後悔してほしくないんだ。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。それに大賢者は関係者を処罰するって言ってたでしょ。そうだけど。じゃあ次の過信探査は絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもうその機会はないかも。え？今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。
みんなお疲れ様。あの賢者たち、風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつ、もう帰っちゃったのかな。じゃあ、オイラたちも戻って休もうぜ。結局、騎士官についてはまだ心当たりないのか？もしかして、ただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。だから、もう昼あたりから考えるのはやめてたぜ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことは、また明日考えよう。知能出力がわずかに低下。だが、正常範囲内である。原因を早急に解明するため、引き続き数値を観測せよ。疲れが取れないな。結構寝たはずなのに。まあいいか。とりあえずドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。お、なんだか声に元気がないみたいだけど、よく眠れなかったのか？ううん、心配しないで。私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。子供たちも家臣探査を楽しめなかったわけですから。そうだ、ヤルダーキャンディはどうでしょう。こちらの箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。これ全部同じじゃないのか？選ぶって何をどう選ぶんだよ。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディは味がランダムで入っています。ハッラの宮地、スミレウリ味、夕暮れの宮地。おお、確かに面白そうだぞ。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味も。おい、そんな味まであるのかよ。うん、ここは旅人に選んでもらおう。オイラが欲しいのは夕暮れの宮地だからな。はい、キャンディの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。おめでとうございます。4番は夕暮れの宮地です。の言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。
て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っているのですか。まさかこの5つの箱の中身を全てご存知で。え、まさか今の全部当たってるのか。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱は全て私が午前中に梱包し一度も開けていませんので、事前に知る術はありません。独身術、投資能力、それとも何かトリックがあるのでしょうか。なんだか怖くなってきました。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。おい、どこ行くんだよ。どうしたんだよ、何か見たのか。ドニアザードに何も言わず離れちゃうなんて、さすがにちょっと良くなかったんじゃないか。やあ若き兵士たち、他に何か用ですか。探してるのか？どうしてここに来たんだよ。旅人？もうあなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、パイモン。お前オイラを知ってるのか。おお、ちょっと不安だけど、それでもなんかこうするのが正しい気がする。これってオイラたちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信探術を経験してるってことか。オイラたち、同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。
で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。この問題はだいぶ前にも一度話したことがあるわ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。実際はさっきの接触を通して記憶を呼び起こしてるんだっけか。じゃあ他の奴らはどうなったんだ。なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。そうなればどうなってしまうかは私にもわからない。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容体かなり悪いみたいだな。もしかして過信探査が行われるたびにドニアザードの病状が悪化してるのか。もしもこの過信探術の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。
それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。目の前で起こっていることが、まるで以前にも経験したことのあるような感覚。それが最近どんどん強くなってきている。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。月、虚言、嘘、これは何を意味しているんだろう。同じ一日を繰り返すように時間が流れている。これが今の状況だろう。時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。本当に残念ね。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。だって見た感じ、同じ一日を繰り返すように時間が流れてるだろ。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。けれど残念ながら私はこれ以上のヒントを出すことはできない。あ、ドニアザード。たとえ毎日が過信探査だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。今日の祭典が終わるまでにどうか早く真実を見つけてちょうだい。まずは今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら過信短日の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。ここでただ考えてるよりはマシだと思うぞ。まずはあそこでお店を出してる人に話を聞いてみよう。よう、また来たのか。あの、なかなか通なお嬢さんは？あいつは、体調が良くないんだ。そうか。それで、戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はどれも新鮮だぞ。俺が保証しよう。昨日森で取ってきたばかりだからな。あ？妙なことを聞くな。昨日は急いで森から帰ってきて、今日もいつものように品を売ってるが、おかしな感覚は何もなかったぞ。もうちょっと思い出してほしいんだ。昨日って本当に昨日だったか？昨日のお前は本当に急いで森から帰ってきたか？なんだ、
デタラメな哲学かなんかか。お前ら白昼夢でも見てるんじゃないか。知ってるだろう、俺たちスメール人は夢を見ないって。そんなに夢が見たいんなら他の人を探すんだな。あながち間違ってないかもな。これって結局夢なんじゃないか。みんな夢を見てたりして。あ、そうだったな。でもスメール人が夢を見ないのって結構変な現象だよな。何が原因なんだろう。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。もうちょっと話を聞いてみようぜ。君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。だから神の占いは当たると言ったんだ。君たちの理解が及んでいなかっただけみたいだね。おいおい、なんでそんなに舞い上がってんだよ。そういった状況になったからお前のところにまた来たんだぞ。お前の占いで問題を見抜いてくれないか。うん、僕に見抜いてほしいと。それはあまり得意な分野じゃないんだけど。まだ未熟だってことだろ、認めろよ。それで一体何があったんだい。え、待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあったとかそういうことかと思ってたよ。で、今のって本気で言ってるのか。そんなこと現実的に考えればありえないと思うけど。やっぱり信じてくれないよな。すごい、すごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占った時の内容だけど、今思い返してみれば月、虚言、嘘とまるで何かの前兆を表してるかのようだったろ。確かに関係がないわけでもなさそうだな。他にも何かわからないか。ふん、神が与える啓示はぼんやりとしたヒントに過ぎない。具体的なことを正確に把握できたとすれば、それは神の領域だ。自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば太陽は必ずや昇ると、そう本には書いてあった。そっか、やっぱり占いは占いだな。問題そのものは解決できないみたいだ。収穫はほとんどなかったけど、他に話を聞けそうな人はいるか。おお、確かリンネの中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにからかわれてるって思ってたぞ。もう一回言っても結果は変わらないんじゃないか。確かにリシアは傭兵としての責任があるから、それなら本気で取り合ってくれるかもしれない。確かこの時間はリシアが人さらいたちを撃退した頃だよな。探しに行こうぜ。